はい、皆さんこんにちは、ご協チャンネルの時間です。グラビーですね、6月15日ファイブブルー発売になります。ということで恒例のですねファイブのお酒紹介をしていきたいと思います。大体ですね、毎回このお酒のイメージっていうのを僕がねちょっと伝えていくんですけど、このお酒を飲みながら何をイメージしたかと、言いますと、今回はですねブルーですから海と思ってたんですが、イルカのイメージじゃないかなと思いまして、あのスイスイ泳ぐね軽やかさ、これが酒の綺麗さとなんか似てるんじゃないかなと、あとジャンプした時のねツンピンさのキレ、まあ、この酒のキレにつながるんじゃないかなと思ってですね、皆さんもねそんなイルカを飲みながら、イルカをイメージしながら飲んでもらえたら合うんじゃないかなと思います。イルカではどれですかね、一言で言うとドルフィンブルーということで、じゃあそんな感じでいきましょう。泡立ちもたくさん野菜がいてるような香りがあって、なんていうんですか、ガス管が若干ピチピチとしてて、だいぶでも絞った時に熟成したね、甘みが増してきて美味しいお酒になってるかなっていうふうに思います。生酒には私はね毎回ポテサラをねアレンジして今日は持ってくるんですが、今回のポテサラはですね、先ほど映しましたが見えますかね、鮭のフレーク、今回はねちょっとあっさりめ生酒でねすっきりした感じになってと思ってですね、鮭フレークをですね入れてみました。じゃがいももですね、私の申し出のじゃがいもをですね収穫しまして、昨日これさ作ったので鮭のフレークを入れてやってみました。鮭の塩気がね、パンチが効いて、ポテサラは非常になんか芋の印象があって、優しい芋ですよ。とにかく鮭の出てから、それがなんかこう、甘くてちょうどいい味になります。これちなみに鮭のフレークは楽天で半額だったって買ってきました。ポテサラに非常に甘い、このフレークはね、結構このぐらい真空パックなんですよ、ね、結構おにぎりとかね、いろいろアレンジできるっていう、調べてください、楽天で鮭フレークって出てます。それでですね、恒例のですね夏の思い出ですよ、ブルーか夏ということで、思い出を語っていこうと。やっぱり海で泳ぎに行って楽しかったなと思って、若い時は社内の人間にこう海行ってバーベキューとかしてやってましたね、10人ぐらい行ってね、あの子面白かったよね、これそういう社内行事レギュレーションっていうのが今ちょっと少なくなったので、昔はそういう時代もあったなと懐かしい。そうですね、若い頃は僕もその辺にアウトドアでしたが、まあ、50代になってくるとですね、やっぱ路線が変わってきた、アウトドア派、インドア派でちゃんと書いてるんですかね。ホテルでやっぱ、ね、エアコンがついてテレビないってことはね、たまに嫌ですから、まあ、ちょっとね、いろいろとね、私の思い出ですが、先々週ぐらいですね、私ね、ちょっと高知に行ったんですね、ちょっと室戸岬、モネ、知ってますか、海岸、水蓮、水蓮っていう有名な絵があるんですけどね、それをモチーフにしたのがね、公園があるんです。まあ別に公園どうでもいいんですけど、ブルービー、ブルービーっていうね、蜂が飛ぶそうな公園で、見たら幸福になるって言われてるね。僕も見たことないんですが、写真で見たんで、写真で見たら明らかに真っ青、青い、すごいブルーと、このちょっとなんか変化があったんですけどね、これ飲んで幸せになるかとは保証しませんが、このブルーを飲んで幸せになるかもしれませんが、ちょっとイルカをね、イメージしながらって、ドルフィンブルーって言われてるんですけども、ね、ということで、6月15日、発売されます。価格はね、この辺で出すと思いますんで、よろしくお願いします。はい、いいです。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。